アンドレ・トルカは、フランスのテストパイロットである。1959年2月25日に、フランスのノール1500グリフォンで 100km、周回コースの時速 1643km の公認速度記録を樹立した。エコールポリテクニークを卒業した。第二次世界大戦の末期に自由フランス空軍に加わり、戦後もフランス空軍に残った。インドシナ戦争中は、 輸送機 C-47 のパイロットを務め、数々の緊急飛行で優れた操縦技術を示した。フランスのテストパイロット養成学校エップナーに選ばれ、その後、フランスのラムジェット動力の実験機、ノール1500グリフォンのテスト飛行計画に加わった。グリフォンでマッハ2.19の飛行を行い、1958年のハーモントロフィーを受賞した。 1959年2月25日にはクリフォンで 100km の区間の平均速度時速 1643km の世界速度記録を樹立した。クリフォンの開発が終了した後、軍を退役し、コンコルドの開発を開始した国営企業の主導アビアシオンに雇われ、コンコルドのチーフテストパイロットとなり、飛行テストの責任者となった。 1969年3月2日、コンコルドの初飛行のパイロットを務め、10月1日の最初の音速突破飛行の操縦も行った。コンコルドのフランス側のテストパイロットを務め、1970年代後半に引退した。1971年に、トゥルカとコンコルドのイギリス側のテストパイロット、ブライアン・トゥラブ賞から、アイブン・キンチェロー賞を受賞した。 ありがとうございます。